皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もベオネッタ2遊んでいきましょう。さあ前回はチャプター14魔女狩りを攻略したところでね、今回ラスト手前になるんでしょうか。チャプター15に向かっていきます。チャプター15真実で、まずショップかな、買い物しよう。武器の取引に、それともお楽しみかい。お楽しみに。さてさて、でね、新商品2つかな。まず1個目、これですね、破滅の耳飾り。対戦時最前線の防衛に立つ魔女に属性が託したと言われる三日月型の耳飾り。これを受け取った魔女は自分専用の魔導兵器アンブラーアーマーを持つことが許された。なんでまあどっちか片っぽっていう感じかな。クライマックスを取るかアーマーを取るか、これ一旦保留にして、これかな、オサの証。アンブラの魔女一族のオサの身に着用が許された力と地位の象徴ともいえる秘宝。魔女王と恐れられた古代の魔女アイゼンが作ったと言われ、腕にはめるだけで魔力の回復を促す効力を発揮する。どっちかっていうとこっちかな。多分魔力ゲージじわじわ回復だと思う。よし、じゃあこれでいきましょう。衣装どうしようかな、デフォでいこうか。ここは真面目にいく。キャラセットで父兄さんじゃなくてこっち、よろしくね。デフォにして、でこれを、これかな、オサの証。出発スタート。さあ開幕戦闘、よし、共闘か、母ちゃん。これはチェーンソーかな、天使軍カクテルヒルム。こいつ、後ろのあいつ、はい、こいつ、あー、ただ左のスイッチ、あぶれ、今のステップ見えてた。次こいつらで、ゲージを回収してかな。あ、待って、こいつだ。これはちょいご了承気味に切っていく。いや、今のはマジか。よし、さあやれるか。よし、あー、こいつも来んの、もう一匹。さあかわしてからのチェーンソー切っていく。いいね、二人でボコせば、よし、割と楽。ただゲージ2本、なんだろう、あー、こいつらか。はい、まだまだね。で、勝手に浮かすな、母ちゃん。さあここはアンブラ吐いてからの、あ、これアーマー使ってもいいかもね、確かに。はい、こっちこっち、よし、回避してチェーンソー、はい、何、あー、船来た。これ船どうすんの、これ落とす。回避からのチェーンソー、これ乗っけたらこれか。今のちょい早かったな、申し訳ない。
でさらに2人目来るし、あのまだまだちょ、シロちゃんがですね、シロちゃんがすぐに進み来るんだよな。どうしたの、朝のあれか、3時半かも、飯の時間か。この背後これエグいよ、見えんぞ。まず左、そうそう、こいつやってからこっち回避してからのチェーンソー、はい、さあショーダウン取ってから、これでいけるかな。開幕これむずいな。よし、まずプラッシャー。あれこいついたな前作に。あー危ね、ここだろ。いやなや食らうな、あれ怖っ。下から、よし、はい、回避して食らうってずるいよな。いやーでっけそれ、よし、こいつ体力バーありすぎだわ。よし、じゃあちょっと白さん、白さん乗ってきた。見えね見えね、ちょ画面が見えね。おい、あと敵が最も身近にいるという。はい、これちょっと白金さんよ、マジで見えんのよ。叩いてくる、でもう一発叩いてくる。よし、ちょ白ちゃん降りて、ほらパンチが見えないから。からのドンドン、あードンね。よし、さらにちょこれ許してマジで画面の3分の1くらい見えません。パンチ、そう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 、あれ早いな、意外と発生早い。こいつ強えな。あ、で、これは回避した後で、そうそう、なんかもう一発回避して、どうかな、やったか。これ強い。また、あのランク見えない、シロさんちょっと尻尾で見えないよ。いや、これすげえ困ったな。白金さんずっといるんだよな。とりあえず頑張るか。ちょい待ってね、君のいいところで退散させます。ここもなんか夫人エグそうなんだよな。天使はチェンソー相性がいい、かわす。今何、あのヘビっぽいやつか。でペロペロキャンディー1本食べて、そうそう、あのあいつね、あれ飛んでんのか、熱いなあいつ。悪い、手元が狂ったぜ。坊よ、迎えに来たぜ。どうやら500年前の過去に吹っ飛ばしちまったみたいだな。なんだ、もう気づいていたんですね。さすが闇の左目の所有者。あんた誰？そんなことより
今ちょっと大事なところでね。一番厄介な魔女と賢者が残っていて、その二人を早いうちに始末しておきたいのです。二つに分かれた僕の力、世界の目を取り戻すためにね。何ですって？未来へ逃げた僕に力を渡すわけにはいかない。だから君に邪魔されたら困るのです。あー、でこれボス戦なんだ。片割れか。あのね、ウィッチタイム多分これ発動無効かな。いや、したわ、失礼したわ、すいません。さあ、チェンソー回避して、チェンソー。こいつはね、割とね、読みやすい今のところは。あの予備動作ね、そう、これめっちゃ見やすいこいつ。ほら見てから反応できる、素晴らしい。でさらに、よし、打ち返すのか。勝ち終わった、よし、はい。さあ残り 1.5 本ぐらい。あ、これいいな、こいつ弱いぞ非常に弱いぞ、強そうに見えてめっちゃ弱い。腕が動いたら回避っていうね。ほら、はい、よし。これはご了承していける。もう一発、この方法が正しければ、この扉の向こうには。お前は！おい、しっかりしろ。何があったんだ？あんた、ルカって言ったな。お願いだ。俺をフィンブルベトルまで連れて行ってくれ。全て思い出したんだ、急がなきゃ。お前、どこかで手当てを。そんな時間はねえ。フィンブルベトル行かなければ世界が終わっちまう。俺とあいつは善と悪、あいつを野放しにしておくわけには。なんだと？こいつがあれば邪魔な奴らも近づけねえ、とっておきの切り札だ。頼んだ。はあ、おいおい、女の子のお願いならいくらでも聞くが、ガキのお願いなんて冗談じゃないぜ。だが泣き虫な女の子のおもりよりはマシかもな。ロキとロプト、あれ分離した姿だったんだ。でもどっちかっていうとロキの方がいい子らしい。あんまりそうは見えないんだけど。よし、でそこにカラスがいて、よし、これはよしよし、
回復ありがてえ。こっちもおーし。あれ、ここってさ、前作のマップであったっけ。この感じ記憶にある。さて、ザコで企画回転。あとはこれで終わり。これどうかな、一発で振られるかな。多分はずだと思う。動画中。あ、そうそう、これ懐かしいな。で、あー、こいつらか。 BGM も前作。よし、さあ裏取りしてからのチェーンソー。よし、さあノーダメージ。これなんだろう、そっち、こっち多分順路なんでしょうね。でこっちへ蹴る。こっちはなんだい、こっち順路。いや、バース、あ、ですよね。バースっぽい。あー、こいつらか。怖え。それで全力。ちょ待って、父ちゃん、よし。これ決めて。結構厄介なんだよね。強敵。いや、見えんよ、今のはマジで。おうし、惜しいわね。いや、さあ、それ懐かしいな。遅い、ほぼほぼ反応できない火球ね。惜しいわね。超懐かしい。よし、ゴールドかな。どうかな、ゴールド。まあいいでしょう。で、さらにこの先、そこになんかあるぞ。左、ここもしかしてムスペルヘイムと、あれか。宝箱。まずこれかな。さあ、これはサクッと終わらせたいところ。え、これどういくの、こう取って、こう取って、これ取る。で、取りになってからの、あ、まずい。待ってね。よし。今んとここれ一番むずいな。さあ中身何かな。お母さんね、そう、死ぬことが確定してる。ママネッタ、この後か。さあ、ハートのかけらで、ここでムスペルヘイム。多分これも結構むずいんじゃない。何かな。あ、これ空中系かなですね。さあ、ここはですね、これはチェーンソー無理だろう。ここはやっぱりカフカ。これにして、ちょい待ってね、一発被弾したんだけど、ちょっと様子を見よう。これ結構長いんだ。あー、こいつは来んのか。え、これできる、これ。これ、あれどうすんだろう。対空どうか攻める。
よしと、さあ戻ってきて、こっからあれかな、そっちかな、広間の先。ここボス戦むずそうなんでな。そこ行ける？あ、ここなんか行ける？あ、行けない、行けませんね。壁があった、透明な壁があった。でこの、こっちもこれもう何もないよねですね。じゃあこっちだ。ローソ、ローソ、見たでしょ、額の紋章、あれがあんたの仇よ。何？元の時代に戻るわよ。ここなら時間の扉を開けることができる。犯人あいつだったのか、ロプトで。天窓から差し込む月光圏、魔力が高まるのを感じる。今ならウィッチウォークは使えそうだ。壁歩き、行くぞ。調べる。バルドルはローサに寄り添い、深い悲しみに包まれている。そう、バルドルね、小安さんの声が成長すると若本さんになる、ノリオさんに。で、こうか。バルドル、次元の扉が開くわ。元の時代へ戻るわよ。早く、時間がないわ。バルドル、セレッサをお願い。あの子こそ世界の目を受け。ローサ、バルドル、さあこれでチャプター15真実をクリア。で今回一発でプラチナでした。ストーリー的にバックトゥザフューチャー的なチャプターでした。全力！
さあどうね、今回も一旦断りにして、で次回ですね、次に最終チャプター16に向かっていきます、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、次回ついにベヨネタ2最終回でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。